シンガポールのお土産を買ってきたので、女子大生に検証をしてもらおうと思って。あすみでーす。なんか早いと思ってる。はい、ゆいでーす。今日はありがとうございます。おはようか娘はね、うん、住んでたから。住んでたよね。8年、2歳から10歳、それ懐かしいお菓子とかあると思うので。いや、ほんまそれ、これめっちゃ好きやった、はい、これなんか、これめっちゃ、なんかラーメンの茹でる前みたいな。ああ、飲み物した。こんな感じです。へえ。これなんか12パック入りで、でもバーベキューフレーバーっていうのが最近出たんだよね。これ最近かどうかは知らないけど。え、これ何？あ、これはなんかバーベキューのフレーバーみたいな。へえ、ここに入れるん？はい、か、はい、あ、これこれこれ、懐かしい。中はね、なんかラーメンの茹でる前みたいな。うん、前はほんまに茹でる前みたい。けどなんか粉々にした方が自分は好きです。へえ。このまま食べたらボロボロなんで。じわ。へえ、美味しそう。じゃあいただきます。いただきます。美味しい。日本にあるなんか、なんだっけ、チキンラーメン、お菓子の。あ、それより今日ベビースター。あ、ベビースターか。それよりちょっと、あ、ベビースターな。マンゴーチョコ。マンゴーチョコですか。あ、美味しそう、うん、いただきます。いただきます。うん、どう？ん、マンゴーする。しないじゃんね。え、チョコとしては全然美味しいんですけど、うん、マンゴー、マンゴーなくない？風味ゼロ。これさ、中身こうなってるやん、ただマンゴー詰まってるやん、うん、全然マンゴー入ってない。ちっちゃ。え、全然、ちゃうくない？だからマンゴー、え、じゃあ違う、1個ずつ違うんですよ。マンゴーちっちゃ。え、ちょっと、やめましょう。これでも、ないで、ほぼないです。ちっちゃ。ね、残念。お前やなぁ。ドンキ言ってるかな。これだって別に日本で売ってるやん。パイナップルって売ってる？日本に。もう見ないですよね。あんま見ない。これもらって嬉しい。ドライフルーツ。嬉しい。嬉しい。うん。めっちゃみんなシンガポールの土産なんで欲しいっつって。ドラえもん。だいたい言うな。うん。迷う。このおすすめは、うん、これ。何それ？もうアーモンドと、うん、クランベリーの、あ、めっちゃすごい、すごい、ほんのり味、ほんのりクランベリーのピーナッツ、ほんのり、あ、アーモンド、え、あんま好きじゃない、うん、え、めっちゃ好き、美味しいやろ、これは絶対女子は好きやなと思って、え、なんか止まらなくなる、うん、なんかちょっと、意外と焼きやすかったです、ありがとう、なんかチップスターとか箱で、もう、あ、なんか胡椒の匂いめっちゃする、何して、あ、粉々、うん、え、すごい、あ、粉々、すごいスパイシー匂いが、え、すごい、インドの匂いする、なんか分かる、インドの匂い、あ、軽い、なんかインドっぽい、あ、インド料理屋さんに行ったら、うん、ただで出てくるやつや、え、だからか、食べたことあると思って、なんか塩せんべいみたいな感じじゃない、でも、うん、食感がなんか、なんだ、ちょっとこれ行ってみようか。これ、うん、あのプラウンロールって言って、なんかお土産に結構人気。へえ、巻かれてる。あ、すごい。あ、エビのなんかちょっと。あんま得意じゃない。エビ？エビのなんかちょっと。臭いやろ。なんか。ああ。外国特有の匂いが。ナンプラっぽい感じ。いただきます。なんか小エビ、小エビみたいな、はい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 、あれの油が悪いやつで揚げた味、なんかうん、いらない、せやな、せやなキムタムは有名なやつですか？有名な、キムタムはね、キムタムめっちゃ好き、やったー、次はリテンション上がる、うん、味はティムタム、うん、普通、ティムタムも私食べたことないから、おいしい、でもなんかティムタムより、うん、なんかサクサクす
サクサク感がすごい。美味しいの。うん。なんかオレオよりパサパサが残らない感じ。確かのオレオに似てる。うん。でもこれはみんな好きじゃない？うん。あ、そうなんや。でもうちは、うん、結構ティムダムファンやから、うん、紫のやつの方が好き。へなんかちょっとこれほんま一番好き一番美味しいじゃん一番人気間違いなくなんか